いつもね、見てくれてありがとうございます。今回はですね、とんかつのカツ屋さんで、特カツ丼弁当大盛り買ってきました。今からね、食べたいと思います。はい、今日もね、買ってきました。カツ屋さんから、特カツ丼弁当買ってきました。大盛りです。早速ね、今から食べていきたいと思います。いやー、美味しそう。うわー。一応ですね、真ん中に、卵がね、乗っかってます。特カツ丼弁当です。一応ですね、大盛りで、税込み831円ですが、値引き100円で、731円税込みです。100円の値引き券を使って、税込み731円です。これから食べていきたいと思います。いやー、美味しそう。ご飯とね、カツが。一応ですね、80g のロース使ってるみたいです。あと温泉卵ですね。ご飯同量。その上、大盛りですからね。いやー、ご飯が美味しい。これだけのご飯がね、乗っかってます。これが勝屋さんの特カツ丼弁当です。いやー、今日もね、食べていきます。ほんと勝屋さんにはね、最近よく行くようになって、あ、カツがね、美味しそうです。ほんとね、やっぱり特カツ丼で、もうこれ決まりでしょう。ほんと。ねえ、カツ屋さんといえばもうカツ丼の特ですからね。特カツ丼です。もうかなりのね、満腹になる代物ですからね。おすすめします。いやー、本当にボリュームがあってね。これは、本当にね、食べ応えあります。このね、卵とカツを、これね、煮込んで、それをご飯の上に乗せたという感じですね。甘辛く、あ、甘い感じですね。全体的に。辛い味はないですね。ほとんど。甘みが、甘いって感じですね。うん、甘み成分が結構あります。これを、カツを食べます。これがロース。ですからね。本当に。80g のロースですからね。ほんと。ご飯も美味しそう。温泉卵。ご飯同量。いやー。本当にね、カツ屋さんには最近お世話になっております。おすすめの特カツ丼弁当です。ほんとね、温泉卵の周りにはね、ほんと、カツ、卵とじがね、されております。やっぱこのロースカツのね、柔らかさ、温泉卵のまろやかさ、すべてがマッチして、最高な味わいです。いやー、カツがね、これ、美味しいんですよ。たまらなく、愛おしいです。まあ一応感想としましてはですね、カツが柔らかくて食べやすい、だし汁の味もちょうどいい、ご飯の量が結構多いということですね。いやー、本当にね、これだけ食べれば本当に満腹になります。あー、卵がね、温泉卵です。いやー、美味しそう。これだけのね、卵とカツの遭遇ですからね。卵とカツとご飯とね、これをね、本当に食べるって本当幸せです。まあ、あのカツ屋さんはね、結構あの全国にあると思うんでね、ぜひ食べに行ってください。このカツのでかさはね、本当にでかくて食べ応えあります。
いやほんとね、ゆっくりとね食べていますが、さあ食べていきます。これがまあカツ、カツ寿司といっても過言ではないですね。カツとご飯、ご飯の上にカツが乗っているカツ寿司みたいな感じですね。いやー美味しそう、美味しいです、美味しい、本当にね、カツ屋さんありがとうございます。いつもね買いに行ってますよ、本当にテイクアウトでね買っています。おお、カツが落ちそう。これだけのねボリュームがあれば本当にお腹満腹になります。カツ屋さんの特カツ丼弁当です。まああのカツ屋さんね、デリバリーもやってるみたいですけどね、はい、まあ 80g のロースカツを使ってますからね、本当にまあカツ屋さんって全国にあるんでしょうかね、内地域もあるのかな、まあ一応ね大阪では結構あるんですけどね。いやー豚肉カツ、やっぱりね何でも仕事でもこのカツ丼を食べればカツ気でね頑張ることができます。いやーカツ丼ですからね、美味しいです。ご飯と卵とじが乗った、そしてカジカツがね、豚カツが乗って、本当にね美味しいです。やっぱりご飯とカツって合いますよね。でこれにまたねカレーとか乗せればカツカレーになりますからね。まあこれでもね十分、やっぱりカツカレー、カツカレーじゃなくてね、やっぱりカツ屋さんのこの作られたそのままで食べるのもね、やっぱりこっちの方がいいですよね。まあ味に慣れてきたらカレーを乗せるのもありだと思います。いやー美味しい、最高です。カツ屋さん、全国に展開しているカツ屋さんです。これお米とねこの卵とじのカツを食べると本当に美味しいんですよ。甘くてね、まあちょっと辛みを付け加えたい時は七味とかね胡椒とかかけたら結構甘みを抑えることもできるんじゃないでしょうか。いやー本当にカツ屋さんありがとうございます。カツ屋っていうわけですからね。いやーやっぱりね、なんかゲームとかしてるときは、このカツ丼を食べて、ゲームに勝つというね、そういうスタンスもいいんじゃないでしょうか。ゲームをやる前に、カツ屋のカツ丼を食べる、それもありなんじゃないでしょうか。いやー、これ、もうすぐで完食です。今日も本当にね、カツ丼を食べる、このカツ丼ライフがね、本当に楽しめて本当に嬉しいです。これをねいつも食べるのは本当に楽しみなんですよね。いやー本当に今日もね最後までご視聴ありがとうございました。完食です。やったー、今日もこれを完食できた、ありがとう。この動画を最後までご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。また次の動画で会いましょう。本当によろしくお願いします。バイバーイ。